おはこんばんちは上順チャンネル。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 おはこんばんちは上順チャンネルです。奈良県飛鳥村レンタルサイクルの旅の続編でございます。前回岡寺から太古のロマンを感じる飛鳥寺のシンボル石舞台古墳、ぜひ皆さん見てください。どうぞ。さあやってきました石舞台です。もう今で3時よ。もうギリ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 。ほら中の敷地が、はい、週あれやね、金曜日の平日にもかかわらずやっぱり春休みやねんでな、うん、満車やと、平日金曜日にも満車やで、満車。出てきた桜満開やんかよ、すごい石舞台、さすが有名やね。もう何回来てんねんっていうぐらい石舞台来てるよ。もう数え切られへんぐらいちゃう。現在はここです。ここで次どこ行く？はい、この後こう通って立花行って、で立花からこの亀石通って、亀石でここに自転車サイクリングがあるんです。あと2箇所頑張って行きましょう。おお、桜、ここです。石舞台あ、なんか服、なんか昔の服着てる人おるわ、そこ。ガイドさんかな。わあ、でも桜、ちょっと散り桜、綺麗よ。あそこ。まあ、もう全部。ここは見ごろ。夜はライトアップしてるみたいで、9時まで。なあ、ほら、ライトアップしてるわ。石舞台9時までライトアップしてるよ。わー、これはでもいいわ、お花見やわ。さて、この石舞台古墳、日本最大級の横穴式石室を持つ飛鳥を代表する古墳の一つです。築造は7世紀の初め頃と推定され、もともとは一辺約55メートルの方墳だったとされているんですけれども、早い時期に、で古墳の上部上がですね、盛り土が失われてしまって、現在は巨大な石室が露出した形となっているわけなんですね。その形状から石舞台と呼ばれるようになったそうです。でね、なんかいろんな話あるみたい。昔狐が女性に化けて石の上で舞を見せた話だったり、あと旅芸人がですね、この巨石を舞台に演じた話などなどあるんですよね。大小約30個の花崗岩が使用されており、一番大きな石でなんと約77トン、総重量は2300トンと推定されています。この石舞台古墳に埋葬された人物、実はまだまだ不明で、これができたことも謎なんですが、多分6世紀後半にこの地で政権を握っていたという蘇我の馬子のお墓ではないかという可能性が高いと言われております。なぜ蘇我の馬子のお墓ではないかと言われている理由の一つの中に、この古墳の近くにですね、蘇我の馬子の庭園があったことから、もしかすると馬子の墓ではないかという説が非常に有力だと言われているんですが、真相は定かではございません。皆さん足を運んでみて、誰のお墓か推理してみてください。もうだんだん落ちなくなったの。ほとんど食べてないのか。おにぎり1個やで、昨日。ソフトクリーム、どっちのソフトクリームを食べようかな。ブルーベリーやろ。うん、ブルーベリー。でもブルーベリーどこでも食べれるで、ま、マンゴーが綺麗ではないやって。でも
うわ、ああいう感じなんや。うん、コップか。はあ、なんか混ぜてる、めっちゃ。うー、一口だけやで。やばい。あ、500円って。これね、アスカルビーです。うわ、これ何、アスカルビーやと。お母さん、味見させて。うん、イザちゃん、ブルーベリー、紫色、何色なんねやろ。まあよ、これなんか混ぜて、これウニウニ混ぜて。そう、なんか知らん。え、アスカルビーって何ですか。奈良のね、イチゴの品種です。へぇ、ブランドイチゴです、奈良の。まあ、おお、まあよ、イチゴ狩りした春品種だ。ほとんど、あ、なんか乗ってたやつですか。はい、アスカルビーなんです。すごい、あ、混ざってる、混ざってる。あ、紫やで、イッサちゃん。やばい、これ500円。うわ、綺麗やで。綺麗、めっちゃ多いやつや。うわ、これは価値あるな、はい、すいません、ありがとう、はい、ありがとうございます。うわ、あ、そこあるやん。うん、いやー、おー、じゃ、なんかすごい、なんか書いたこと。危ない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 、あ、そうやっせ、ついてるし、行こうか。うーわ、溶けてきた。ちょっとこれやばない？ここ500円やけど高くないかもよ、意外に。私はですね、これブルーベリーの冷凍果肉をクリームとミックスして、うん、さ、これでご飯と新的な写真みたいな。500円やけど、でも安い、500円か。めっちゃ量多い。すごい量。今日車で来てたらね、持ちながら帰ってます。だけど自転車なんで、ここで食べる。危ない危ないね、自転車はね、ビール禁止、飲めないの。うん、あのね、500円で冷凍の何やったっけ、ルビー、小豆、小豆ルビー、忘れた、何やったっけ、忘れたよ。アイスじゃなくて、アイス、あれかな、和歌山で言ったらイチゴ、イチゴなんやな。うん、でも美味しい、これ。やばいわ、シャキシャキ。うん、冷凍のイチゴがシャキシャキして、これでもお得やで。お得や、ミックスで、あの、ミックスっていうか自分の好きなやつ選べるから。うん、ソーシャルディスタンス保って、外で食事したらコロナになるからね、こういうのしか食べれないんですよ。うん、このソフトクリームでも美味しいな。うん、この500円安いで。すごい寒くなってきた。寒くなってきたやろ。あ、これヤンバーとか食うわ。うん、さすがにね。もういけんな、帰り道行くよ。近くカビ来た。近くカビ。石舞台古墳いかがでしたでしょうか。まあ、気づいたらアイスクリームしか食べてない動画がでしたけれども、自転車で石舞台に行った方がね、駐車場満車のことも困らないし、非常に楽しかったんで、ちょっとぜひ行ってみてください。っていうか、この果肉入りのね、アイスクリームめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ食べてください。以上、ウェジュチャンネルでした。